ビア法師は、聖フランシスコ・ザビエルが最初に来た時に、山口で、ロレンソ良妻っていうビア法師が信者になって、このロレンソって、もう、ものすごく強力な活動をした人だったの。もう、ロレンソはこのところ亡くなってるんだけれども、そういう感じで、ビア法師のキリシタンっていうのが、で、ビア法師はほら、自由に移動できるじゃない。ビア法師ってやっぱりそういうその障害のある人たちだから、なんていうか、その支配体制の外にいる人じゃない。だからこう自由に各地を行き来できるんだよ。だからキリシタンだけじゃなくて、いろんな各大名のスパイとかも結構ビア法師、いや、自由に動けるからしたわけで、で、このキリシタンにとっても、隠れキリシタンのビア法師っていうのは、お互いのこう連絡と取るときに結構重要な役割を果たしてるんだよね。目の不自由な人の守護聖人が2人抱えてってことは、なんか琵琶法師関連のあれも、なんかディオゴ勇気とこの琵琶法師のネットワークでここにこの絵が来たんじゃないかな、なんてことを私は勝手に妄想しておるわけですよ。面白い。で、まあそんなわけで、まあだけど長らくこの東家の開かずの棺の中にしまわれていたこの、フランシスコ・ザ・ビエル像なんだけどね。だから400年ぶりぐらいに1920年に日の目を見たわけですよ。で、これがまたちょっと面白い不思議な縁をもたらしたんですよ。